はい、今から電池交換したいと思います。使用する電池はこちら LR1130 です。開けるために必要な道具、プラスドライバー、ちょっと細めですね。で、電池ボックスにアクセスするにはまずこのネジを取りまして、この蓋を外し、中のネジも1個開けなければなりません。やってみます。まず1個目のネジですね。はい、取れました。こちら穴が開いてるので、ここに差し込んで開けます。よいしょ。次、ここのネジですね。はい、こちらの電池変えます。今回はケチって1個だけ変えてみます。はい、1個だけ入れます。戻します。元通りです。